になるんだけど、そう、うん、目尻の赤みがちょっと強い気はする。あーでもなんていうの、アイシャドウ塗るときにこの目尻のここ側、外側部分って色をちょっと濃いめにして、こっちに行けば行くほど薄くなんかしていくといいらしくて、目が大きく見えるみたいなんですよ。そうやって塗るとグラデーションは普通縦なんですけど、横にもグラデーションを少し作るみたいな感じでアイシャドウを塗ってます。ね、でもなんか目の形ってみんな違うからさ、そのどれが自分に一番合ったメイクなんだろうって分かんないんですけど、とりあえずなんか自分の好きなやり方でやってみたいな感じですね。どれが合ってるかって分からないから。そうなんです、目を大きく見せるのは意外とアイラインじゃないんですよ。色とかなんですよね。色とか、まあ、まつげの束感とか。そう、ここ1年くらいのなぎちゃんの目元メイク好きです。あ、本当に？ここ1年くらい？でも変わった。何が変わったかな？なんだろう。でも私毎日、毎日っていうかいつも使ってるアイシャドウ違うからね、毎日アイシャドウ違うみたいなとこある。そう、パレットの色全部使うの？パレットの色は、いや全部は使わないかも。なんか絶対アイシャドウって締め色って言って濃い色、結構濃い茶色とかがあったりするんですよ、一色だけ。でも、私はその締め色っていうのはあんま使わないですね。なんか締め色を塗ると私は逆に目が小さく見えるの、なぜか知らないけど。そう思ってるのは自分だけなのかもしれないけど、自分から見た自分がコンディション良いとやっぱりね、モチベっていうか、あ、頑張れるみたいなとこあるから、そう、なんか目が小さく見えてしまうの、それをやると。そう、締め色、目元を締める色。でもなんかアイドルになってなかったらこんなメイク詳しくなかったと思うし、メイクも始めてすら、まあ、20歳ぐらいで始めてたと思うしね。うん、でもほんとコスメがね、やっぱり溜まっていくので、コスメ収納できる、なんていうの、無印とかによく売ってるじゃん、透明の入れ物。そう、その透明の入れ物にいろいろコスメ収納して飾りたい。コスメってなんか見た目可愛いから
飾りたくなっちゃうんですよ。そう、でもね、今日そのゲスト出演した後になんかデパートに行こうとしたんですよ、その透明のボックスを買いに。でもね、デパートがなくなっちゃってて、あ、なくなっちゃっててじゃない、なくなってないよ、デパートの空いてなかったの、デパートが。そう、時間制限、そう、時間がね、なんかもう終わってて、そう、閉まっててだいぶ違うねなくなっててと閉まってては全然違うわ。そう、閉まってました、買えなかった。明日とか行けないかな、なんか早くねコスメ収納しちゃいたいんですよね。まあ、無印じゃなくても、まあ、100均でもそういうねやつ売ってると思うんですけど、あ、ハンズありそうですね。男だけどコスメって確かに入れ物かわいいよね。そう、本当にかわいい。なんか最近思うのは、中国コスメのパッケージっていうのもパケがめちゃくちゃかわいくて、フラワーノーズが特にかわいいです。すごいかわいくて見ちゃうな。東急ハンズは10月からハンズだけに名前なるんだよねって。そうなの？すごっ、すごとかじゃなくて、東急がなくなっちゃうんですか？なんでハンズってなるの？知らなかった。東急ハンズ、ハンズカインズ系になるから。カインズ、カインズって何？会社名の話、ロゴは変わらんのかな。確かに、どんなロゴだっけ。東急が売ったからカインズの子会社になった。そうなんだ。ハンズは吸収されたから、だからみんな詳しいんですね。知らない。そうなんだ。ホームセンター、ホームセンターあんま行かないな。行くとしたらホーマックぐらいですねホームセンターで。カインズホーム、カインズホームっていうのがあるんだ。私それ知らない。北海道にないかも。ホーマックですね。まあ、ニトリ、ニトリも、そっか、同じようなくくりか。カインズホーム知らない。そう、ニトリは家具屋さんって感じですね。でもニトリが北海道発っていうね、これ意外と知られてないですよね。北海道の会社っていう、意外。ニトリとコメリがややこしい。そうかな。コメリってニワトリのあれですよね、ロゴ。ツボハチも北海道初だよね。あ、そうだったかな。そうだったっけ。でもツボハチ私あんま行ったことない。
2回ぐらいしかない人生で。でもいろんな食べ物ある。エアドゥも、そう、エアドゥも北海道の翼っていうね。エアドゥ安いよね。居酒屋さん、そうですね、居酒屋さんだね、坪八は。北海道ってセイコーマート以外のコンビニあるの？それはやばい。それはないです。あるある。あるよ。もう、でもミニストップとかはない。うん。ないけど、あの、ローソン、セブンイレブンはあります。でも、その2店舗ぐらいかな。と、プラスセイコーマート。3種類ですね。コンビニといえば。ファミマないんですよ、北海道。ないよね。あれ？ない、ないはず。ファミマ、あ、あるんだ。いや、私の近くにはないな。え、北海道あるんですね、ファミマ。でも絶対札幌とかですよね、あるの。でもあんまりね、やっぱ北海道に行くとセブンイレブンローソンが強いイメージがある。でもなんか東京とかだとなんかファミマが強いイメージあるな。だから私の中では本当コンビニといえばそうセブンイレブンっていうイメージはあるんですよ。ね、でもコンビニいっぱいあるよね意外と。あ、こんなコンビニもあったねみたいな、よくありますね。あ、デイリーも見たこと、北海道はね、ないけどデイリーっていうコンビニありますよね。ナチュラルローソン、ナチュラルローソンってなんか存在してるっていうぐらい店舗少ないよね。なんかあったら、あ、ナチュラルローソンだってなるんだけどね。なんか売ってるものがやっぱりあの結構違うんですよ、ナチュラルローソンは。なんか、え、すごいっていうものがたくさん売ってる。そう、だから増えないかなって思うんですけど、ないですね。そう、ほんと独特。100円ローソンは知ってる？え、知らない。何それ、100円ローソン。うん、ローソンストア100年。えー、知らない。なんでそれ、100ロー知らない。なんだローソンの、え、100均みたいな感じ、100均のローソン版みたいな感じですか。そうとしか思えない名前ですけど、見たことないそれ、まだ出会ったことないわ。え、出会いたいな。あんま入店したことない。え、そうなんだ。小さなスーパーみたいな。えへー、スーパー都内に結構あるよって。え、私見たことないな。でも
え、ハッツが百郎の焼き芋が好き。そうなの。焼き芋売ってんの？すごい。マイバスケットは、あ、マイバスケットは知ってるよ。見たことあります。いっぱいある、それこそ。マイバスケットは知ってる。でも東京に来て初めて知りましたね、マイバスケットって。知らなかった、まあ、北海道でいう富士スーパーみたいな感じ。イオングループ、そう、イオンのね、会社なんだって。そう、イオン系のお店。あと福太郎とかね。福太郎も東京にしかないの、多分。東京で初めて知った、福太郎。まあ、松木雄、福太郎、松木雄も東京に来て初めて知りました、存在を。なんか松本清とか松木雄、松木雄って、なんか、え、何、誰みたいになってたんだけど、なんか誰のこと言ってんだろうって。でも東京来た時に、あ、松木よ、あ、松本清、あ、これね、みたいな、あー本当だわみたいになってた。そう、ツルハ、あ、ツルハはそうですね、北海道。そう、ツルハドラッグ、ドラッグストア。ねえ、そう、松木雄、福太郎、なんだっけ、パパス、パパス、なんかそんな名前もあるよね。でも松木雄、北海道にできてほしいなって思いました。はい、札幌、札幌にはでもあるんだ。え、知らなかった。へえー、あ、杉薬局も見たことあるな。うん、そう、松木雄は本当に安い。アインズ、あ、アインズも聞いたことある。俺白のハンドクリーム使ってるけど、あれも北海道発祥なの。あ、そう、確か白も北海道発祥のブランドだったはず。いいよね、白。私、白のヘアスプレー、いい匂いがするヘアスプレー、お兄ちゃんからタンプレでもらいました。そう、白のめっちゃいい匂いする。名前、そう、シロ、英語でシロっていうブランド。でもなんかほんと地域によってそういう何それっていう薬局とかいっぱいあるから楽しいですよね。あ、ここの地域ってこういう薬局屋さんなんだみたいな。うん、神奈川はクリエイト、クリエイトは知らないですね。クリエイトって何、クリエイトとは、でも薬局。ウェルシアだろう。それも知らない。ウェルシア？ホームズっていう、ホームセン、あ、ホームズ？ホームズ聞いたことありますよ。
ホームズくんっていうのはキャラクターいるよね。かわいい。なんか CM でよく見ますね。なんたらかんたらホームズくんみたいな、なんか CM なんだっけ。やっぱキャラクターがあると覚えやすいです、お店って。あ、キャラクターって大事なんだなって思う。なんか、あのキャラクターのとこねみたいな。うん、うんね。だからこのお店覚えてほしいってなったらキャラクターを作るといいんだなって思いますね。城本クリニック、城本クリニックのっちゃん、聞いたことある。でも聞いたことあるっていうか漢字は知ってます。先日旭川のメガドンキホーテ初めて行った。メガドンキホーテ、メガってあれ、メガなんてついてたっけな。ドモホルンリンクル、なんかだんだんとあの薬局とかからね、だんだんとそれていってますねでもドン・キホーテね、楽しいよね。